っと見ていきます。この辺のねガンネルだとかバウの当て傷だとか補修したところだとかはありますけど、まあ、しっかりね補修はされているようです。剪定シートを敷いてますから剪定はすごく綺麗ですね。じゃあ上に失礼いたします。バウレール、ぐらつき感はこんな感じですね。意外としっかりしています。ぐらつきでないわけじゃないけどこのぐらいは問題ないんじゃないかなと思います。アンカーウインチ、この辺のね塗装の剥がれだとかはあります。だけど動作は問題なしです。汚れはありますけども汚れに関しては洗っていただければと思います。これは LED の交換灯です。この辺の汚れはね洗ってください。ただ なんとなく根気がいる汚れだと思います。こっち右舷側右舷側の春です。左舷側特別ね大きな問題はないですね。光沢もあって綺麗だと思います。風がひどくてすいません。はい、後ろデッキです。ここもね、デッキの上は頑丈です。特別にモコモコしているところは一個もありません。ここ開けてみましょうか。よいしょ。ここはね、生けすです。ちょっとね、物がいっぱい入ってますけどね、生けすです。よいしょ。こちらもね、物がいっぱい入ってますけど、ここも生けすです。ただね、もうほとんど生けすとして使ってない、物入れとして使ってるようですね。生けすのこの裏側のね、こういうゴムの剥がれだとか、この辺もね、劣化が進んでおります。そしてここが、海水デッキシャワー、これちょっとここにね引っ張ってみましょうね。開けてみましょう。こういう感じです。でここはねこんな風に割れちゃってますのでオーナーさんが工夫して紐でこのようにこれをこうくっつけてますね。どうやって取るんだこれは。こ
んな、まあこうやって引っ掛けてるだけですね。ああ、ここにバッテリー、もうバッテリーも古いですね。20年6月に交換されております。まあ小さめの、まあ、バッテリーですけど、まあそろそろ交換時期かなと。2つありますね。そろそろ交換時期かなという感じがありますが、今のところは大丈夫です。ここがメインスイッチ。これがスパンカーですね。ここにここからこうスポッとこう取れるようになっております。トラックで乗った時なんかはここでからスポット取って、エンジンのハッチのこういうところもね、割れております。まあ、いろんなところがちょこちょことありますけれど、よいしょ。これがエンジン。ボルボの AD31 です。ずっと取っていきます。これが後ろから見たところです。まあ、ドアの鍵はちゃんとかかります。まあ、しっかりしてる。ギュッと重めですけど、しっかり閉まります。そしてここがマロールの、外付けのハンドルとリモコンですね。これも問題なく作動します。キャビン内はこんな感じです。中に入ってみましょう。ね、シートがね、こうビニールシートがかけてありますね。だから多分これ取っちゃえばね、意外とこれ中綺麗だと思いますよ。こっち側も、うん、シートがビニールカバーがかかってるですね。そして床にはね、これ今はねオーナーさん土足で入ってますけど、床にはねこれ敷いてあります。だからねこれ外せばこんな感じで、まあ汚れはありますけど、多分ね洗えばね綺麗になりそうな感じです。これがこう倒れる感じの、うん、ここで止めてあるんだな。ドライバーシートもね、まあ古いですけど、こういうところのねテープで補修したりしてありますけどね、うん、ドアの開閉をちょっとしてみましょう。うん、固めやね、ちょっと固め、よいしょ、うん、まあ、ここまでぐらいしか開からないですね。もうちょっと開いてほしかったんですけど、まあここぐらいまでちょっと固め、もここはねしっかりはまりますね、よいしょ、まあ、ここまで。いいよくしょって感じ。まああんまり硬いとここも外れちゃったりするので、この辺にしておきます。左舷側はこの辺ぐらいまで。まあね、ちょっとここはねどうしてもねギュッとするんで割れちゃってますけど、うん、ここはねもうなくなっちゃってますね。
あ、ここまで。ここは意外とこっち側は結構開け閉めするんで、ここぐらいまで開きます。よし、こんな感じです。天井もこんな感じです。ちょっとハッチ開けてみましょうか。よいしょ、こうしてこうして、あっと結構開きますね。あ、風がスーッと入ってくる。ここにはね、すごくね、ケーキ類が、この船の自慢はケーキ類ですね。すごいいいやつが、こう並んでおります。これもレーダーね。すごくいいやつです。もう問題なく着きますから。開けてみます。うん、アクリルのドア綺麗。これね、結構綺麗です。開閉も問題ないでしょう。中はね、私物がいっぱいありますけど、まあこんな感じですね。よいしょ、ごめんなさい、取らせていただきます。こういう風に、まあ、天井の高さはないですけど、座ってもらえば、座ればそんなに圧迫感はなさそうですね。ちょっと座ってみよう。こんな感じかな。座った目線で、ちょうど目のところにカメラを置いて、ずっとこんな感じですね。はい、ちょっとこれが法定備品ね。箱にきちっと入ってますから、全部揃ってます。こういう風にね、意外と几帳面なオーナーさん、こう綺麗な法定備品です。この辺のね、ジャケットはね、違うものですから、これはもう取り外しますけど、これはついてますので、ね、シートの上もね、まあ、こう汚れだとかはありますけど、ね、変色、汚れ、この方の奥の方のね、カビだとか、この辺はね、しょうがないのかなと。あ、天井ちょっと開けてみよう。ここもこう、うん、あらら、どうすんだ。こんな感じです。風がスーッと入り込みますね。中は意外とね、綺麗だ。これもカチッとこうなります。そしてここがお手洗いね。よいしょ、よいしょ、お手洗い失礼いたします。よいしょ、こんな感じね。まあ座って立つことはできません。ここはね、座っていただければと思います。よいしょね。こんな感じです、まあ、汚れてはいますけど、ちょっと洗っていただければね、いいんじゃないかなと。お手洗い、これがスイッチ、ね、こんな感じです。それではね、エンジンをね、かけてみましょう。まあ、メーターがくるっとちょっとこう、まっすぐじゃない、曲がってますね、こっちにね。これが。若干こう、こっち向きになっちゃってますけど、あとはまあ問題なさそうです。これがビルジポンプのスイッチ。
これはね、ならないと思います。保温はなりません。水は出ます、水は出ますけど、角度は調整しないとダメですね。こっちもよく詰まっちゃうんですよ。で、ワイパー、はい、動きます。左側、はい、動きます。うん、ワイパーは問題ないです。うん、ハンドルも全然軽いです。Thank you.